世界中に展開可能なプロトタイプでありながら、同時にそのベネチアでしか成立しえない固有性、その2つを両立するように考えています。8本の腕が出てるジョイント部分のパーツと、あとはこのソルニを接続するようなバーと、この2種類で大きくはできてます。で、ベネチアの緯度というのがちょうど45度なので、それに合わせて今回この腕の向きを45度に決めています。東京であれば35度だし、例えばシンガポールであればもう赤道直下なので1度。パスタも砕いてできたこのテクスチャー感、質感であるとか手触りとか肌触りとか、こういったものに非常に目を向けているのっていうのは日本人的なのかなというふうに思っています。なのでその屋外に使われている材料っていうのは非常に限定的であるというふうに感じています。ですが、こういった技術が出てくることによって、その屋外に使えるもののマテリアルというのが非常に幅が広がります。そうすると世界中の街並みが変わるかもしれませんし、それがその世界中のそれぞれの地域固有の食材でできている地域性固有性が増していくんじゃないかなというふうに思っていて、こういったチャレンジをしています。みんな結構自由にやりたいと思ったことを思えば形にできるというか、みんな、なんか思いが強いですね、設計に対して。三菱地所設計のいいところの一つは、この丸の内のエリアを一体として持っているところだと思っていて、まあ、それの、まあ、いろんな建て替えとかそういうところが、まあ、他の地域よりもいろんなたくさん発生するので、まあ、そういったそれぞれのガラスだったりとか部材をこう循環させるというのは、この町レベルでできるのは、ここで地所設計でしかできない。こういうなんか設計事務所、ちょっとイメージとして課題事務所がこういうなんか面白いパスタだったりコーヒーとか、まあゴミとかそういうものを使って建築設計してビエンナーレに出てるんだよっていうのは、結構まあ周りからインパクトはあるんじゃないかなっていうふうには思いますね。コーヒーの抽出カスとか野菜の端材とか、玉ねぎの皮、みかんの皮みたいな、ああいう食品廃棄物って言われているようなものを熱圧縮成形という技術を用いて新しい素材に変えたり、プロダクトを作ったりとか、まあ、そういうのをしている会社です。あとは耐久性、耐水性とかっていう面で言うと、水に現状だとあまり強くないので、まあ、コーティング剤と組み合わせたりとか、なんか使い方いろいろしていく必要があるかなとは思ってますね。天然のものでどこまでこう攻められるかというか、こう耐久性を上げる、強度を上げるとかっていう観点だった時に、一番簡単なのが樹脂を混ぜ込むっていう方法で、それをやってしまえばそこで開発も終わるし楽かもしれないんですけど、そうじゃない方法でどうにかならないかなっていうのを、こう食材同士を掛け合わせたりとかっていうのを考えたりするんですけど、そこで結構参考にするのが、昔から使われている建築の中で使われているものでもいいと思いますし、なんかそういうものをこう参考にすることがよくあって、コーティング剤って言った時に漆とかがまあすごくいい例かなと思うんですけど、漆はまあ昔から使われていて、接着剤っていう観点だとニカワとかお米とか。素直に感じるもんじゃないですか、物を見てなんかすごいよねとか、なんかかっこいいよねとか、それって普通じゃないですよ、おそらく。何か違うこと絶対やってるんですよ。で、そこに関わりたいっていうのはすごく欲求があります。常に悩みもがいてるっていうか、その辺はさっき言ったそのバイオリン楽器作ってる方とかと多分ほぼ思考回路は一緒ですよ。ああいうの見てると僕もやっぱちょっと楽しいっていうか、そういうこだわりあるんだなとか、なんか変な、まあこだわりですよ、結局ものづくりの。感覚っていうところを養わないといいもの作れない。理屈じゃないよっていうのが僕の伝統工芸っていうところとちょっとリンクするっていうか、理屈で分かってるだけじゃできないよ。昔の工芸なんか昔の道具じゃね作れない。新しい道具でも形はできるんですけど、成り立たない。それがね、不思議なところですよね。もう感性の話なんですよね。頭でっかちにこれ作れないんですよ。
これならこうやっていけるよっていう感覚、まあ本当に鼻薬みたいなもんなんですけど、ここちょっと手抜いた方がいいよねとか、ここは手抜いちゃいけないよねっていうことをできるのが日本人っぽい考えで、これ1から10まで手抜かずにやれっていうのは誰でもできることなんですよね。もともと材料自体が古紙というもので、いわゆる段ボールとかいわゆる用紙、それを再生した紙を使っておりますんで、製品自体がもう変なしリサイクル品っていう形になります。ここ最近本当に紙が注目されて、確かに建材で使えないかっていう問い合わせっていうのはだいぶ増えてはきてますね。まず紙の性能自体はやっぱり日本のは技術が高い、やっぱり他の、まあ、東南アジア の, 紙に比べても紙の強度ですとか質とか、そこら辺はやっぱり日本の方がいいものを使ってるっていう感じですね。マルシカンなんかは世界各国で作ってるんですけども、やっぱりその出来だけを見るとやっぱり日本人特有の、まあ、細かな繊細なというか、まあ、本当に綺麗に作るっていうようなイメージではあります。I don't think anyone has actually pushed to the level of like using food as a building material, and that's something that we're really challenging. I mean, it's a huge challenge, and we're facing difficulties at the same time. But I think that's the whole point of this as exhibition, to explore, to use it as a lab, to make people think. Is architecture actually really permanent? What can we try even more to replace what is the common idea of what architecture is? It's all about creating conversations. It doesn't matter what they talk about, but what we want to have is like for people to enter and then for people to start talking about it, to discuss about it. They can criticize. I mean that's the whole point of it, for an exhibition, for people to share ideas. And, I mean, it will be best for people to say what is good and what is bad at the same time. And with that, then hopefully those voices can also reach us, and then we can have a conversation personally and then extend the whole network across the world. And I think that's the whole point of Biennale.